ここで盛岡三叉踊りについてご紹介させていただきます。盛岡三叉踊りは毎年8月1日から4日まで開催され、勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りのグーズが魅力の東北を代表する夏祭りでございます。39回目を迎えた昨年は4日間で延べ254団体3万5000人の方々にご参加いただき、盛大に開催されました。盛岡三叉踊りは今年で40回目に迎えます。どなたでもパレードに参加できますので、ぜひ一度盛岡へ足をお運びいただき、お祭りをお楽しみいただけたらと思います。盛岡三叉踊りの起源は盛岡市那須川町にございます。3つの巨石がある三石神社の三石伝説に由来しております。その昔、南部藩盛岡城下に羅刹という鬼が現れ、悪さばかりをし暴れておりました。困り果てた里人たちは三石の神様に鬼の退散を祈願いたしました。その願いを聞き入れた神様は鬼を捕らえ、もう二度と悪さをしないという誓いの証として境内にある三つの巨石に鬼の手形を押させました。諸説ございますが、これが岩にて岩手、岩手県の名の由来になったと言われております。鬼の退散を喜んだ里人たちは、手形の押された3つの巨石の周りを三叉三叉と言いながら踊ったことが三叉踊りの始まりだと言われております。盛岡三叉踊りの合いの手に、さっこらちょいわやせという掛け声がございますが、このさっこらを漢字に書き表しますと、幸せ、呼ぶ、来ると書きます。本日はご来場の皆様に幸せが訪れますよう願いを込めて踊らせていただきます。それでは最後の演目となりました、十二拍子、引き続きお楽しみください。Thank you.
今一度大きな拍手をお送りください。